どうも皆さん、ショーです。今回はガチでマイクなくしちゃいました。なのでマイクなしでちょっと今撮ってます。マイクちょっとこれから買わなきゃいけないな。ロケ行けなくなっちゃった。週末はライブ配信はもしかしたらこの車スタジオでの配信になっちゃうかもしれないです。すいません。ということですね、今回はね、東京スポーツ杯2歳ステークス土曜日のメインからやっていきたいなと思います。はい、土曜日のメインに関してはですね、私はこちらの方で行こうかなと思ってます。レッドキングリークロアディノールサタドシャイニングプレシャスデイ、はい、ちょっとね頭数少ないので4頭にしてみました。はい、これに関しては、レッドキングリーに関してはルメールさん、クロノデュノーはクロノデュノールに関してはね北村さんで、サタドシャイニングは松山さんで、プレシャスデイは横山武さんっていうことですね。はい、もう全然わかんない。2歳なんかねわかんないけど、まあ、ちょっと上がりがやっぱ早い方がねうまくいくのかなっていうところもあるので、東京なんか特にね、まあこんな感じになってますね。これ見てください皆さん、ほらもう理屈はもう抜きです。上がりが早い、とにかくそれでいこう。じゃあね、次いきます。日曜日のメイン、マールチャンピオンシップ。いきます。じゃあ次ね、マールチャンピオンシップに関してはこちら。はい、ドゥルルン、ナムール、ブレイディベーグ、ソウルラッシュ、チャリン、セリフォスということでね、上位5頭なのかな、もしかしたら。まあこんな感じ。ナミュールはね、クリスチャンデムール熱いでしょ、もう一勝してね、頑張るんじゃないかな。ナミュールさんはね、このマイル的な適性は私はもうこの3歳の時からちょっとね思っていて、適性高いよね、やっぱり体的に見てもね。そしてクリスチャンデムールでしょ、これ行くよ普通に。でブレイデーベーグ、これに関してはルメールさんですからね。ソウルラッシュもまあね、京都、強いし、まあチャリンはねムーアさんだね。下手したら外国人のみの馬券になる可能性もありますよね、まあ、セリフォス、これもちょっと期待したいな。川田さんでね、この前12番人気持ってきたってことでね、はい、こうなってますね。なんか競馬予想あっさりで申し訳ないんですけど、少なくともこの動画を出して皆さんにね、たくさんのお金を稼いでいただけたらなと思います。それではエンディングです。今回のコスチューム、ユニフォームに関しては、ライブ配信の方で行っているもので、むき出し配信というものがありまして、私ね素顔出してやっちゃってます。はい、その中でこれやって、なおかつその流れの中からこれ動画撮るよってことで、この動画では珍しいこのスタイルしてみました。ありがとうございます。まあね、この競馬予想もそうだし、ライブ配信見てもいいかなって思う方、よろしかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは握手商店ショーでした。最後に一応出しておくね。かぼちゃ、かぼちゃです、かぼちゃん、予想出しとこうか。土曜日これね、土曜日これ、日曜日これね、マイルチャンピオンシップ。今ね
ワイド、ウマタン、ウマレン、まあ、いろんなね、副賞も含めて、3年間、3年分含めて、いろんな感じで考えてください。バイバイ。